このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はブリティッシュショートヘアのおしゃべり猫、甘えん坊で里親決定ということでですね、この子がローマちゃんって言いますよ。なかなかね、個性的なお顔をしているんですけれどもね。年齢も3歳とまだまだ若くてですね、このゴールドのお目々がすごく綺麗ですよね。で、ブリティッシュショートヘアで顔がまん丸になっていることが多いので、ちょっとね変顔になることも結構あるんですよ。またそれが可愛いんですけれども、水がちょっとね、雫がポタポタと落ちてるんですよ。顔を近づけてみましたよ。嫌がらない、可愛い。あー、気持ちよさそうな顔、たまりませんよね、この顔ね。大好きやわ。でもね、誰もね、ここでは手を洗えないというね、そういう状況にはなっておるんですけれども、ね、そこに対して文句を言う人は誰もいないですよね。さすが保護猫カフェですよ。おもちゃはどう？ちょい。ちょいと一応やったけれども、もう遊ばない。遊ばないか。あ、どっか行っちゃう？あ、降りちゃいましたね。で、あ、ソファーに乗ったよ。遊ばないかな、もう。で、隣に座ってみましたけれどもね、どうでしょうか。おもちゃに釣られてラカワフィンのウルティちゃんが来ましたね。すごい可愛いんですけれども、まず月、あ、多分スリーってしようとしたら逃げられたって、そんな感じかなと思うんですけれど、今のは攻撃ではないですよね。あ、いい子ね、なかなか可愛らしい声しておりますけれどもね、すごいおしゃべりさんでしょ。スリーってやってね、甘えてくれておりますよ。可愛いやんか、あんたね、可愛い。猫ちゃんの声はね、どんな声でも大好きですね。ちょっとダミ声かな。あ、猫パンチしてるよ。猫ちゃんの声ってね、ほんとすごい可愛いですよね。なでなで、お腹モフモフするとどうする？怒る？ん？あ、コロンってしてくれましたよ。あー、いいやんかこれ、お腹見せて。いやー、これは癒されるぞ。さすがローマちゃん。ねえ、これだけね、甘えたさんですのでね、里親さん決定しましたよ。いいですよね。お腹を触られるのはちょっと苦手かなっていうところはあるんですけれどもね。はい、個性的な顔。もうたまらん、癒しの顔やわこの子は。お、頭乗せてくれたやんかこれ。あ、これは信頼されてるね、行動だと思うのでね、嬉しいやんか。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ猫の木さんです。あー、スリスリたまらんねこれは。あー、いい顔してるよ。もうすでにね、出発したということで、今頃はね、お家に慣れてね、もう甘えたにゃんこになってるんかなと思うとね、すごく嬉しくなりますよね。ねえ、たまには怒ったりとかね、いっぱいおしゃべりしたりとか。あ、怒った猫パンチ、猫パンチ、怒ってるね。うん、猫パンチ、猫パンチじゃダメだよ、あんまり。あ、手が見えるとね、やっぱさっきのは猫パンチしてたんでしょうけれども、うん、やっぱ撫でられるのは好きそうですよね。いい子やわ、本当に。で、尻尾を見てもブンブンとか振り回してるわけではないので、怒ってるわけではないなっていうのは分かりますよね。気持ちよさそう。甘えながら怒ったふりっていうか、それも多分ね、愛情表現かなと思うんですよね。最初水道の時とかはね、怒ったりとかしてなかったのでね、こんな感じで甘えられるようになってね、怒れるようになったら、そんな感じかなと思うんですけれども。あ、また泣いてる。かわいい声やね、またこの顔。ねえ、個性的ですよね。もうブリティッシュちゃんはね、本当に顔が丸々してるのでね、本当にね、個性的な顔になりますよ。ええ声や。いいやんか、怒ってないでしょ。気持ちよさそう。耳はちょっと苦手かな。
まあ、それでも離れないですもんね。甘えたさんだね。お、膝の上乗ってくれる？あ、とか言ってた。残念。膝の上乗ってほしかったな。背中向けて。ねえねえ、ローマちゃん。ローマ。ね、怒りながら横になるっていうね。ということで、ちょっと猫枕をしてみようかな。怒ってる？あ、なんかうっとりしてるよ。ちょっと嬉しかったんじゃないんか、これは。あ、いい顔してるな。目つぶって、あ、これも可愛いわ、この子の表情。あ、ね、他の猫ちゃんが来たけれども、でも神田猫パンチすごいな、君は。猫パンチすんな。おもちゃどう？おもちゃだったらいっぱい噛んでいいんやけどな。うん、それは遊ばない。噛み噛みしない。手ではおもちゃにしちゃダメなんだよ。うんうんうん。うん、よく泣いてるよ。あ、でもちょっと尻尾ブンブンしてる、これひょっとして。ストレスを感じてるような、そんな気はするんですけれども、どうかな。うん、あ、猫パンチ。あ、猫パンチ、猫パンチ。でも横になってくれる。いやー、ほんと面白い子やわ、ほんとに君は。かわいすぎるわ。里親さんも毎日ね、うん、振り回されてるんじゃないかなって、そんな気がするんですけれどもね。いやー、ローマちゃんに振り回されたいよ、ほんとに。いい声してるよ。お腹はいや。顎の下すぎかな。気持ちよさそうな顔して。黒猫ちゃんがね、おもちゃで遊びたかったようですね。ちょいちょいしてるね。ローマちゃんもよく泣いてるわ。ここのマッサージどうですか、うん、気持ちいいかな。これ気持ちいいんかな、本当は。どうなんでしょうか。なんか気持ちよくて泣いてるような、そんな感じもしますよね。面白いな。立て心地も良かったですよ。最後ちょっと怒られちゃいますけれどもね、すごく癒されました。皆様いかがだったでしょうか。ローマちゃんは本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の木さんでした。